時をかける少女、時をかける少女、時をかける少女は、2010年の日本映画、筒井康隆の小説、時をかける少女の4度目の映画化作品である。原作の主人公、吉山和子の一人娘、吉山明を、主人公に、女子高生の明が、交通事故で、昏睡状態に陥った母の頼みで、母の初恋相手。 深町和夫に会うため2010年から1970年代へタイムリープする。谷口正明監督の長編デビュー作で主演は2006年のアニメ映画版で声の主演を務めた中里江社が演じた。映画化作品で初めて角川映画及び角川春樹事務所が関与していない作品である。キャッチコピーは記憶は消えてもこの思いは消えない。時を超えて今、 新たな物語が始まる。ロケが行われた海星山公園の桜並木大学入学を目前に迎えた吉山明は進学先の大学で薬学者を務める母の和子と二人暮らし。父は明が生まれて間もなく和子の元を去ったため、明は父のことはほとんど知らなかった。和子と古くからの知り合いである酒屋の主人、朝倉五郎は和子に 近所の深町家の屋根裏部屋から出てきたと一枚の写真とラベンダーの花の入った封筒を手渡した。その写真は和子の中学時代のものだったが、一緒に写っている少年に二人は心当たりがなかった。土曜日の実験室と深町和夫の記憶が戻ったその矢先、和子は交通事故に遭ってしまう。病院で一時的に意識を取り戻した和子は何かを思い出し、 1972年4月6日に行って、深町和夫という人に会う約束を自分の代わりに果たすように明かりに告げる。明は和子の作った薬を飲み、母から言われたように、1972年4月の中学校の実験室に行くように念じるつもりが、間違えて、1974年2月と念じてしまう。明かりは不思議な空間を通り抜けて、どこかの教室に現れるが、 ついた先は母から指定された中学校の理科実験室ではなく1974年2月16日の大学の実験室だった。たまたまそこにいた青年、水泳ぎりょうたの頭上に落下した明かりは、なりゆきでりょうたのアパートで世話になることとなる。りょうたは SF ファンで2010年の未来から人に会いに来たという明かりの説明を受け入れ、明かりを住まわせて、 深町和夫を探す手伝いをすることとなった。明かりが中学校に赴いて、生徒に母から預かった写真を見せても、少年のことは皆知らないという。卒業アルバムを見るが、深町和夫の名前はなく、乗っていた和子の住所に行っても人が住んでいる気配がない。通りがかった若い頃の朝倉五郎から、和子は高校入学とともに横浜市に転居したと教えられる。 横浜の高校で当時の和子と出会うあかり。しかしやはり写真の少年のことは知らないと返答される。両太は仲間たちと8ミリで2011年の未来を舞台とした SF 映画を撮るのに熱中していた。あかりも両太のいとこということにして、それに付き合うこととなる。そのカメラマンを務めるモテツというあだ名の男の下宿で、あかりは和子の写真を見つける。 再び和子に会いに行ったあかりは、和子から中学3年の時に突然薬学を志して、理科系に強い高校に進んだこと、ご鉄とは交友があることを教えられる。そこで耳にしたご鉄の名前は、あかりのジップと同じだった。深町和夫を探すのに行き詰まったあかりに、両太は新聞に尋ね人の広告を出し、指定した日時に、理科実験室に来てもらおうという。 新聞社で拝み倒してなんとか広告を載せてもらえることになる一方、映画の制作はクランクアップを迎えた。撮影現場には和子もやってきて、自分は後鉄に好意を抱いていると明かりに話す。明かりは後鉄からりょうたのいとこじゃないだろうと声をかけられた。尋ね人の広告が乗る日、りょうたは後鉄から借りたカメラで付け加えたいラストシーンとして桜並木を歩く。 明かりの後ろ姿を撮影する。そこは明かりも2010年の世界でよく知っている場所だった。36年後にもこの場所であってほしいという良太。そして広告に指定した3月2日、理科実験室で待つ明かりの前に一人の中年男性が現れた。それは深町和夫だった。明かりは自分が吉山和子の娘だと名乗り、この時代に来た経緯を説明して、 母の約束は消えていないという言葉を伝えた。深町和夫は高校生ではなかったのかと問うあかりに、一夫は2698年から尋ね人欄の記録を見てやってきたのだと答える。そして一夫は自分の本名がケン・ソゴルだと名乗ると、和子との出会いと別れについて語り、別れ際に全く別人として会いに来ると約束したが、自分が は子の記憶を消したと明かした。一夫は、使命を終えた明かりは2010年に戻る必要があり、そのために、明かり本人を呼び、関わりを持った、この時代のすべての人間の記憶を消す目的で、やってきたと述べる。すぐに記憶を消そうとする一夫に、明かりは、未来に帰る前にもう一度会っておきたい人がいると告げ、夕方まで待ってもらう了解を得た。明かりは、もう一度両太と会い、 深町和夫に会ったことを伝えた。両太は編集まで終わったおトイレ前の映画のフィルムを明かりに渡した。両太は実家から父が倒れたという知らせを受けており、その日の夜行バスで郷里の秋田県の城に向かうことになっていた。両太はすぐに戻ってくるから、フィルムを完成させて一緒に見ようと告げて別れる。その後、明かりは秋田に行くバスに乗り遅れそうだという五郎に会う。 2010年の世界で、五郎が1974年に大事故。不安に駆られたあかりは、バス乗り場に出向き必死で両太を探すが、のしろ行きのバスは出発する直前だった。バスに乗り込もうとする、あかりの腕を誰かが掴む。それは一夫だった。過去を変えてはならないという一夫に、あかりは未来に帰らなくてもいいと、母から託された、帰るための薬を投げ捨ててしまうが、一歩は、 明かりの動きを阻止して気を失わせ、記憶を消し去った。明りが気づくと2010年の自宅だった。一方一夫は2010年の和子の枕元に現れて、明かりから受け取った過去の写真とラベンダーを置く。目を覚ましていた和子はそれに気づき、伝言が届いたと呟く。一夫はメッセージのお礼と、再び未来で会うことを約束して、病室を後にした。和子には、 異常はないという診断が下る。あかりは久しぶりに父からかかってきた電話にお願いがあると答え、8ミリ映写機を借り受ける。制服のポケットに入っていた見覚えのない8ミリフィルムを上映するためだった。そのタイトルを聞いた父は、昔古い友達と撮った映画と同じ名前だと口にする。あかりは友人たちとそれを見たが、音声もなく内容がよくわからない。 退屈な作品だった。だが、それを見ているあかりは不思議にも涙を抑えることができなかった。時をかける少女アフターとして、橋口実作画で、ヤングエース2009年ボリューム4から2010年ボリューム8に連載。ありがとうございます。